ご視聴ありがとうございます。元フィギュアスケートの村上佳菜子が3月1日放送のダウンタウンナウフジテレビ系に出演。フィギュアスケート選手とコーチの恋愛事情について赤裸々に語った。この日は MC のダウンタウンのほか、フリーアナウンサーの田中みな実と一緒に出演した村上。3人が来たる前から酒を飲んでいたようで、顔は真っ赤な上、すでに酔いが回っているのか、終始ハイテンションの様子。そんな中、話は恋愛の話に。松本人志が、フィギュアスケート選手とコーチの恋は、競技の支障にならないのかと質問したところ、村上は、表現の競技なので、恋愛をした方が、苦しいとかという表現がうまくできると説明。すると、松本は、スケート前に、コーチと2人で目を見つめ合っているが、恋愛感情はないのか、とさらに質問。村上は、まあ、ある人も、いましたねと苦笑してみせると、すかさず浜田雅功が、付き合っているのが見ていてわかるのかと質問。それに対し、村上は、私の知ってる人は、目に見えてわかるというか、わかりやすかったと笑いながら答えていた。放送では人名は明かさず、私の知っている人と濁していた村上。しかし、これが、ネットでは、あの人しかいない。と、放送直後から話題となっていたようだ。放送直後から、この人物は、安藤美姫とネットでは特定。まあ、ニコライ・モロゾフコーチとの関係は、週刊誌で大きく報道されていましたからね。あっさりバレていましたよ、週刊誌ライター。安藤とモロゾフコーチとの関係は、周知の事実であり、村上としても濁したつもりはないのかもしれない。そんな声が上がる一方で、村上の今回の暴露に、この子は、ちょっとお口チェックした方がいいかも、一応先輩だし、村上より、実力は、上の人のことをバラすのはダメだろといった批判の声も多く上がっている。先日、羽生結弦選手のことをナルシストと発言し、ゆずファンから総攻撃を受けていた村上さんですが、今回またも、スケート選手の裏側を暴露したために、批判が殺到。そんな彼女に対し、暴露芸人化と揶揄する声も聞こえています。昨年は、2018年上半期ブレイクタレントランキングで1位を獲得し、バラエティ番組に引っ張りだこ。ですが、そんな状態もすぐ終わるのが芸能界。本人もそれを危惧しているのか、選手の裏を暴露する織田信成さんの真似をして、少しでも面白いことを言おうと思っているのかも。ただ、織田さんは、現役時代に、ちゃんと成績を残しており、好感度もある。それに比べて、村上さんは、良い成績は、あまりなく注目も少なかった。正直ブレイクはしていますが、好感度は低いままですからね。このままだと、厳しいかも。村上の暴露は、ネットで、たびたび話題になるだけに、重宝はされそうだが、このまま、暴露タレントとして生き残っていくつもりなのだろうか。